してます。そんな長くするつもりはないんだけど、でも明日も意外とそこまで思ってたより早くなかった。そう、今ラストアイキャンペーンっていうのをショールームがさんがやってくれてて、可愛くないって、センキュー、ラスアイありがとう、ラスアイ一生ラスアイ欲しいとか可愛い。今日晩ご飯はもうコンビニで買っちゃいました。あのあったんだけど、レッスン場に夜ご飯もあったんだけど一人で買っちゃった。あ、シロランジさん、これラスアイのやつかな。だよね、きっと。ありがとうございます。フラストみたいなやつ、これ。ちょっと今さ、壇上がさ、私一人だけでさ、あれなんだけど、ラスアイタワーありがとうございます。ありがとう、すごい、ラスアイタワー作っていただいてありがとうございます。で、結局ざるそばと茶碗蒸しをコンビニで買って食べました。あとノンアルコールの梅酒、酔わない酔わない梅酒を買った。ありがとう。ノンアルだよ。あ、もうリハが始まってからもう飲んでない。睡眠の質落ちるの嫌だなと思って飲んでない。あと、そう、顔むくんだりするのも嫌だなと思って飲まないようにしてた。だけどなんかどうしても炭酸が飲みたくなっちゃって、それでノンアル買ってきた。あさってですよ、ラストライブ。皆さん、あ、座席どうでしたかってね、みんなそれぞれ良かった悪かったあると思うんだけども、でもどの席でも楽しませられるように頑張りますね。全員多分座りって言ってた気がします。はい、スタンディングじゃないと思う。発見、生きてないの、行って。3階第1バルコニーです。でも東京ガーデンシアターは多分どこでも見やすいと思います。なんか改めて東京ガーデンシアターでライブしてる方の映像とか見たんだけど、めっちゃ広いよね改めて思ったけどさ、マジで広くてさ、明日元気リハなんだけどさ、日和そうだわ。しかもちゃんと歌えるか問題ね、イヤモニないんで。明日行ってみて、てかまず喋れないかもしれないし。みんなし広い会場で歌ったことないから、ちゃんと。さっき発見してきたよ、ありがとうございます。そう、ないのよ。でも急にイヤモニとか、まあ、作れないっていうのもあるけど、すると逆になんか慣れてないからさ、そこで初めてするっていうのはやっぱ怖いから、音響さんに頑張っていただいて、私たちも歌頑張って。
座席一つだけなのかな、そうっぽいよね。でもなんかラストライブは高級案件、高級案件かもしれない。でもどうだろう、わかんない。誰か泣いたらさ釣られちゃうけど。音響さんファイト音響さんファイト、本当に。開かないの？隣開かないんだ。え、絶対開くと思ってた。てん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 だと思ってた人。パシフィクも開かなかったか。そうなんだ。最初で最後のラストアイドルライブ楽しみです。楽しみにしててね。リハ頑張ってるよ。見どころもうマジで全部。でも全曲やるっていうのがかなり難しくて、セットリストとかもマジむずくて、そうだね全部なんだけど。でも私初めてのパートもあるから、ほんと少ないけど楽しみにという感じで。でもやっぱ全員でやる曲はやっぱり一個一個超大切に練習したり踊ったり歌ったりしてるから。でも僕たちはそれを見る初披露なんで、それはお楽しみにですね。昼より同じぐらいの曲数ですか。いやそうでもないんですよね。尺は変わんないんだけど、あのライブの長さは同じなんだけど、曲数で言ったら割と違うかも。10曲ぐらい差がある感じかな。でもどっちも来てほしい。どっちもいいんで。阿部さんでも緊張されますか？私まだ全然緊張してなくて、あんまりなんか緊張してなくて、まあ、実感がなすぎて、あさっただっていう、本当に実感がなくて、もうすぐ終わってそうで嫌なんだよね。でも直前マジで緊張すると思う。だって去年のさ、去年は前座が前座で一人だったんだけど、その時めっちゃ緊張したから緊張しそう。昼も夜もちゃんと参加できる楽しみ。昼も夜もね、やっぱどっちもやっぱりどっちかしかやらない曲の方が全然多いから。ラストライブ行きますって職場に行ったら、ちゃんと帰ってきてって言われたよ。帰ってこないか心配されてる。山本愛理ちゃんと焼肉行くの？いつ行くの？わかんない。同窓会しよっかな。じゃあ二人で衣装たくさん着替える。うん、そうでもないかもしれない。着替えるっちゃ着替えるけど、
ね成功ありがとうございます。髪型は決まってないんだよね。でもあるし、うん、でも一緒、あ、メイクさんにいい感じにしてもらおうと思います。琥珀糖食べてました。今寝ても覚めても頭だから最終句だから6月以降マジで想像できない。わかる。今日ははるかちゃんと一緒に帰ってきたんですよ電車で。マジで想像できないのにって言って、はるかちゃんが今日ナナミンと帰るのこれで最後かもって言って、もう確かにねって言って、たまたま二人で帰ってきたんだけど、どうしようみたいな感じで、全然実感ないねって言ってきました。あそこ行けないんで明日カラオケで一人ラックスコンしてきます。ぜひ行ってきてください。新築のポスター見えてないんですよ。それが31ぐらいまでありますよね。でも映像とか画像では見たんだけど生で見たいな。ありがとうございます。ラスタイドのあれめっちゃすごくない？あれめっちゃすごいよね。6月になったらお前はどうなるんだって職場で言った。明日何かに、はあ、なんかめっちゃ長いですよ。もう夜までやります。29か29は無理そうかな。見たいな。私はまだ時間なくて無理になってる。いやそうだよね、無だよね。みんななんか新宿と池袋のサワーで見て感動しました。だからもうあんなでっかいのね、価値すごい。あれであれ見てさ、ラストアイドル行き、ラストライブ行こうかなとか、ラストアイドルの存在してくれた人ねいたらめちゃくちゃ嬉しいですね。カメコタイムある？カメコタイムはね言っていいんかな。でもこの間あったからある。おめくりして、あ、そう、おめくりもあるんですよ昼夜ね。そうで大丈夫なんかなって、なんか前回結構ねあれね人がねバーってくるじゃん。でするとねなんかちょっと酔っちゃうんだよね。目がおかしくなっちゃって、で前回多分人も多いと思うしさ、そうでは皆さんとバイバイできるので、でも声出しねできないんだけど、皆さん思いっきり体で表現してください。そう6月あ1日発売の7月号のビスさんの私物多さんで買ってもらえると私の生写真つきますので、ぜひ見送りのあるのみんな嬉しいんだ、よかった。ネットでも買えるみたいなのでぜひよろしくお願いします。そう、その7月号のビスさんが私最後なので、
ぜひ皆さん浴衣着せてもらってすごい嬉しかった。いろんな髪型もしたし。出口二つに分かれてたから会えない。あれ、そうなったの？全然把握してなかった。てかやばいな、普通に今日ライブのセトリ、ライブの全貌見えたのが昨日なんですよ。そう、曲とか上がってきたのが昨日で、普通にやばいです。で、今日 MC、 今日 MC 決まって、あ、2つに分かれるんだ。そうなんだ。だから頑張って覚えなきゃ。そう、毎回ギリギリの。でも、もう慣れちゃった。明日のナナミンとライブする。あ、そう、明日のナナミンとライブする、あれなのでよろしくお願いします。再放送されます、見てください、ぜひ。お見送りの時、昼夜メンバー固定。わかんない、私たち全然何も聞いてない。変なとこ行った。あ、ちなみにノーアルなんで大丈夫です。7月2日のソロライブの申し込みも今日までです。先行今日までなんです。どのぐらいの人が応募してくれたのかちょっとわかんないんですけど、後で聞きますわ。申し込んだ、ありがとうございます。マーキー読んだけどめちゃくちゃ、私マーキー読めてなくてさ、どんな感じでした私。マーキーゲットしてくれた皆さん、ありがとうございます。新社オンラインのインタビューの君も、そう、前編後編あるので私も見た、ありがとうございます。申し込んでありがとうございます。マキ明日来ます。だって素敵でした、めちゃくちゃ可愛かった。ありがとうございます。この間のリアルトークの時にさ、あの7月2日申し込みましたって言ってくれる方がすごい多くてね、めちゃくちゃ嬉しかった。特に水色の方。ソロライブ始めていきます、ありがとうございます。人頑張らなきゃって思って、やばいわ。でも6月だったらやっぱりちょっと一旦休みたいわ。ちょっと一旦3日間くらいはゆっくりします、ゆっくりしようって思ってる。焦ってたらよくない、一回頭の中落ち着かせて。よし、次切り替えようってちゃんとなるわ。3日ぐらいでいいから、3日ぐらい。モバメとかは送りますんで、あのファンクラブのことはちゃんとします。だけどちょっとライブのこととかは一旦3日くらいは
ファンクラブってまだ会員募集してないと思う。まだ私もどうやってやるのかまだ何にも来なくて。自分の誕生日プレゼントの本とか、あ、そうなの、自分の誕生日プレゼントとか買いに行きたい。見て10日くらい休ん、なんか私ね、休みってスケジュールに入んないじゃないですか普通。休みってだけど6月の1日から10日休みっていうスケジュール入ったんですよ。あのカレンダーに1日から10日まで休みって入ったんですよ。あ、だから10日間休ませてくれるつもりでいるんだと思って。休めってことかと思って。そう、11日ネットサイン会あって、12日は仙台で生誕イベントあるので。でも6月の後半の土日に家族で温泉行きたいねって話してて、温泉行こうって言われてる。後半ぐらいね。私あんま温泉好きじゃないんだけどね。でも旅館人と一人貸し切りとかだったらいいな。部屋付きのね、わかんない。でもそれは家族に合わせるけど。サウナや岩盤浴、入ったことないんだって。入ったことないんだよね。サウナめっちゃ流行ってるんでしょ今。なんだっけ、整うだっけ。でもなんか息苦しくなりそうで。そうね、でもなんか中毒になるみたいなこと言ってた気がする。その感覚が新商ラインのインタビューで答えて、ナナミと握手会苦手だったの。超苦手でしたよ。知ってる、私の昔の握手会。やばかったんですから。よくみんな来てくれたなって思います。なんかもうやばい、なんか顔も多分ね、顔とか自分じゃ分かんないけどさ、もう取って貼り付けたみたいな、作り終われただと思うわ。で、はい、なんか笑われてもなかったんじゃない、分かんないけど。今日ライブよかったよ。はい、ありがとうございます。また来るね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、みたいなあったんだ。
リリースイベの握手会固まってたよ。食い気味。そう、はじめまして、あ、はじめましてみたいな。あ、ななみちゃんと初めて握手したけど、とっても神対応してくれて嬉しかったです。ありがとうございます。神って神対応なんて納得言われ慣れてないんで、 AI でもバレない説ありました。でも今はさ、ちゃんとリアクションも割とさ、あのちゃんと話聞いてやってるよね。やってるよねじゃないわって話だよね。でも成長したよね。普通にちゃんと会話できてるようになってるよね。ワンダーゴンの時に「ミンクしてもらえますか?」って聞いたら5秒ぐらいフリーズして結果やってくれなきゃ。あるんだよね、そういうの。なんかやってくれますかって言われた時とかに、今は、あ、無理とか、何がいいとか、あのさ、割とすぐ、なんでもいいから早くやるけどさ、昔はなんかしてくださいって言った時に、一回考えるんだよ。え?どうしよう?みたいな。で、あ、でもやってって言われてんだから、やんなきゃ、いけん、やんなきゃ、申し訳ないな、と思って、5秒ぐらい考えて、やるんだろうね。そう、ちょっとフリーズする時間あったと思うわ。私もコミッションの気持ち分かります。分かるでしょ。私も今日コミッションなのよ、単純にコミッションです。こんばんは。今お願いしたら歌ってくれた人がありがたいです。歌いますよ。この前のリアルトーク初めましてだったけど、ちゃんと話聞いてリアクションしてくれて嬉しかったよ。よかった。でも別に頑張ってるわけじゃないんだけどね、今。全然頑張ってるわけじゃなくて普通にやってんだけど、でも普通が進歩しましたよね。グラークの並びで、並び順で、ななみちゃんから始まるときはオタクがわたわたして。え、入り口どうしようってなるよね。嫌ですって言ってもらって感動しました。頭の中で会話してる感じすごいわかるよね。私もいつも頭の中で会話してる、自分と。笑顔壁だったから問題なし。アイドルと話すとうまい感じができなくて申し訳ないって思うんだ。全然いいのに。全然そのうまいとか下手とかねえ。何を話そうかシミュレーションしないとうまくしゃべれない。そうなのよ。私もなんか誰かに何か伝えに行く時とか、一回自分の中で整理して、例
えば何の曲のここの部分こうしようとか言う時メンバーとかにも。でその時に伝える順番ちゃんと考えるもん。パッて歌詞だけ言ってもさ分かんない時あるじゃん。だからまずは何の曲の何番のここの部分のこの手の振りなんかこうしようっていうのをちゃんと自分で言う順番考えてから伝えに行く。そうしないと話しかけられないから。ちゃんと一発で伝わるようにやるわ。やばいよね。であとは心の準備をして今その人が何やってるかっていうの暇そうかなっていうのを見計らっていくっていう。だから大変なんだよね会話するの。別に何でもいいじゃん正直。そんなの伝わればさ。だけどこうやってやっちゃうからダメなのよ。私も相手から話を聞くときはいっぱい考えるよ。そうだよね。今日そんな作業してた。あ、本当。ゆきななみと話してシミュレーションしたんだけど、初ななみ目の前にしたら頭真っ白になりました。よく話すこと忘れたって言ってる人よく見かける。トーク会とかで苦手な人は私でいいこと考える。ああね、まあそれはそうだね。話しかけられるのは準備なくても平気なの。話しかけられるのは大丈夫。慌てるけど。そう疲れるんだよね。エクボ見れただけ幸せな気分だったよ。ありがとうございます。わかります。私もいろいろ考えて話しかけるまで時間かかります。わかる。なんか話しかけるまでに時間かかってうんまあいいかってなっちゃうんだよね。わかるわかる。電話が苦手すぎてわかる。電話も超苦手。ドキッとする電話かかってくると、なんかどっかから知らない電話番号かかってくれてきてたら絶対出れないのね、うち怖くて。で一回調べて大丈夫なやつ確認してからやって、それもめっちゃ時間かかる。タジボンさん、タワーありがとうございます。ラッサイタワーありがとう。ありがとう、ありがとうございます。非通知はもう絶対出ないよ。で私この間もう何回もかかってきたのよ。何回もかかってきてなんか調べたんだけどなんかちゃんと出てこなくて、それで親に
いやこれめっちゃかかってくるんだけど何いいかなと思って3日間ぐらいずっとかかってきてたので怖くてさ、そしたらあそれ宅配便だよって言われて、えマジと思って、でもそれでも半信半疑で、だけどまあこんだけやってくれるんだからあのかけようと思ってかけたら、すっごい優しいおじさんが出てきてでちゃんと宅配便の人で、あすいません部屋番号書いてなくてって言われて、あすいませんこんな何回も電話させてしまってと思って、ちょっと申し訳なかったそう何回もかけてきてくれててマジ何これめっちゃ怖いめっちゃかかってくるんだけどと思って、でも私なんか頼んだ覚えもなかったのね、そうそしたらそれギフトオレだったギフトオレの景品だったんだよね、ケーキをゲットして2種類くらいで、ケーキ届いて1個食べるねってて食べてた、もうベリータルトみたいなやつと、あとチーズケーキ、チーズタルトみたいな、海鮮、あ海鮮届いてない、え回線届いてないんだけど、え？なんで？聞いてみるわ。あるからね。結局なんもないみたいなことよくあるからね。ちゃんと聞いてみます。ケーキのやってピンポン玉、そうそうピンポン玉入れるやつ。よくあるよね、だってさ、だって銀スターム時、スタームさ、スタームのご褒美とかどっか行ったの何個かあるくない？どう？それは大丈夫か。どこ行っちゃったんだろう。ショールームはちゃんとしてるかな。ちゃんとしてるよね。多分ショールームさんからはちゃんと届くね。それが私たちのところに届くか届かないかっていう問題よね。若菜ちゃんのルームで6月以降って聞いた。あんと？あそうなの。若菜ちゃんのそういう景品事情はあの正確だから。それは正しい。6月以降って思っとこう。飲んでるシーンスクショだけツイッター載せて、あ、いいですよ全然あノール、ノールですって書いててくださいね。はい、回線配信します、しましょう。届いたら
海鮮は家族で一緒に食べます。今日って何日？何日だっけ今日って。27か、やばー。あと4日、あと4日で現実突きつけられるって感じかもしれない。怖っ、こんなに早い1週間初めてね、本当に。でも今日、明日は絶対にできないと思うので、今日がラストアイドル、あ、ラストライブ前最後の配信だからさ、本当にどうしようか。明日は最終リハの。サッピーさん、ラッサイタワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。うん、もう30できる気がするの。30配信して、でも31日もどうなんだろうか分かんないんだけど。今日はラストで3周年見ながら荷造りしてた。いいね、荷造り。みんな準備し始めてんのかな、地方の方とかは。まだ2時間分かんないです。私も湧いてない。なんかちょこちょこそう実感する出来事はあるけど、でもなんか本当にこれが最後なのかっていうね。水作り中したよ、ありがとうございます。本日のイベントはライブ配信やる。あ、ライブ配信、じゃあ来れない人も見れるわけですね。私出発してることにしたよ、気をつけて。個人のショールーム作りますよ、終わったらね。終わっても見に来てくれる？終わっても見に来てくれますか？でもラストアイドルだからって入ってくれる人たくさんいたと思うんですよ。だからいきます、ありがとうございます。そう、確かにね、引き継ぎたいのにね。31日は仕事にならないと思うから、とりあえず休みもらった。休みましょう、みんなで。みんなで休みましょうとか言って。ありがとう。 ID マリアさん、ラッサイタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。配信ルーム名決めてないけど、安倍七海じゃないの、安倍七海じゃなくて。休めない人もいるよね。体調悪いのか心配する。31日定時で上がって新幹線ギリギリ着、間に合ってくださいね。
なみちゃんこれからも応援してます、ありがとう。ななみの諦められの悪さどれくらいのほどの、私結構諦め悪いと思いますけどね。え、どうなんだろう。決断ができないのね。いい話なのにどういうふうに入院される、入院すると思われてる、うん、ね、わかる。フェイスとライブが交互にやって頭の切り替え大変です。いやそれは大変、それはもう大変よ。アイドルに関してだけじゃない。まあそうだね。そうかも、アイドルに関してだけ諦め悪い。確かに他でなんか長いこと続いてるみたいなことないもんね。いろいろ前かなってんの諦め、確かに。うん、そう、仕事のことだけだわ。他はもう結構どうでもいい。ソロライブ行こうか迷ってます。ソロライブ、まあ、絶対来てとはあれだけど、でも来てほしいですね。成功するかな。一人でライブするってさ、マジでやばいよね。猫みたいで可愛い。うち猫みたい。あ、でもあと食にはうるさいです。食っていうか食べ物に関しては譲らないです。人に、人に、まあ家族には食べ物のことでよく揉めるんですけど、絶対一番量が多いのが私じゃないとダメだし、盛り付けされてあって絶対自分が一番量多くないと納得いかない。食べ物のことには結構、まあ、うるさい。勝手に食べられたりしたらめちゃくちゃ怒るしみたいな。食べ物のことはどうでもよくないです。ラブソング1万回、あ、そうなのよ、1万回いったの。ありがとうございます、嬉しい。ねるなちゃんにも、あ、でもねるなちゃんにはさすがに、でもねるなちゃんさん食べないから、りょう、私よりは食べないから多くなります。はい、私も4人兄弟の長女だけど、え、今日ね、かわいいな、今日ね、もうね、たくさん置いてあったんですよ。で、置き始めてて、なんか出遅れたんですね。だからまあ、そして一番真っ先にいてた2期生のその3人がいてて、でそれで、そしてそしたら心ちゃんがめっちゃ笑顔で、あのスイカ1パックはいって
渡してくれたの、かわいいと思ってはいって持ってきてくれたの、私にスイカかわいいと思って。そう、出遅れた、まあいいやと思ってたらフルーツ戦争で遅れたと思ってたら真っ先に走って持ってきてくれたので、食べた、それ全部スイカ1パック1人で全部食べちゃった多分ほんと分けた方が良かったなと思うんだけど、食べちゃったありがとう。そう、優しいと思って ありがとうね、かわちいねって言った、あ、言ったよありがとう、かわいいねって言った。今日のお弁当はなんか2色あって、1つロコモコみたいなやつで、でもう1つがちょっとね、あの2つの差が恥ずかしかったの、あの弁当の質のまあ悪いんだけど片方には。でなんかでも、あ、今日ね、サーティワンアイスクリームの差し入れだったんです、私2個食べてきちゃったんだから途中で、あのそのお弁当の時間に私まずはサーティワン食べたくて、あのサーティワン取ったので、なんか何か分かんなくて取ったんだけど、キャラメルみたいな感じだったんだけど、でそれで食べ終わった頃には弁当片方なくなってて、だから片方しかなかったんだけど、なんかでも私好き系の和食系のやつだったんで、まあ良かったんですけど、なんかよくある普通の弁当みたいな感じだったです。キャラメルリボンではなかったんだけど、なんかキャラメルの味がした。私ジャムかコーヒーがいいなと思って取ったんだけど、多分ジャムかコーヒーではなかったんだけど、キャラメルで美味しかった。でそれでレッスン終わった後にもう何時間も経ってたんだけど、なんか完全に溶けきってはなくて、で何個か余ってて、あの何個か余ってて、でそれでももこちゃんに「阿部さんもう一個食べます？」って言ったから「ああ食べていいのかな」って言って、それで最後にレモンシャーベット取って食べて帰ってきた。そう、でも私動くとあんまり食べれないんですよ、食べれなくて量をね、あのリハの時の休憩のお弁当とかね残しちゃうの、いつも全部食べるのに。いつも全部食べるのに、リハ中の弁当は食べれないから、でも終わった後とかその甘いものとかお菓子とかジュースとかでカロリー補充してる。ホワイトモカ飲んだ甘かった。まだ見てない動画見てたら途中で直しちゃう。え、歌ってたの？ちょっとまだ見てないんだよね。じゃあ見よう。あれバーベキューだよね、楽しそうだよね。
体重というか私あんま測んないんですよ体重。だからホテルにいる時は体重計ないから測んないですし、家にいる時もあんまり測んないかな。たまーに測る。なんかちょっと痩せないとやばいって思った時に測るけど。スタバの来月のフラペチーノメロン、え、そうなの？メロン絶対美味しいじゃん。メロンなんて珍しくない？君にメロメロンって言ってみて。どんなリクエスト。6月1日から今日カラオケ、今日カラオケする予定はなかった、なかったです。6月からのファンクラブ気になってます。ファンクラブの内容としては、あのライブで言ったけど、確かに配信とかであんまりちゃんと言ってなかったか。まずはプランが2つぐらいありまして、2つぐらいあって、1個はもうモバメと、あとチケットの優先とかとかって感じで、でもう1つのはモバメもチケットの優先とかもあって、あとは動画とかラジオとか生配信とかそのオフショットとかとかそういうのを見れますよっていう感じのやつですね。今やることとしては、まあメール、あとは生配信、ラジオ、その動画、動画っていうか、まあちゃんとした動画って感じではないかもしれないけど、あの私の日常を上げたりとか、あとはオフショットとかその写真とかとかね、あとなんか壁紙っていうのもありました。私も詳細はあんま分かんないんだけど、モーニングルーティンとかでもそんなのもありますね。私何にもモーニングルーティンないんだけど、なんか超ゆるく上げてきますと思ってるけど、生配信とかちゃんと定期的に曜日決めて配信したいなと思ってるし、4月2日のソロライブの後にファンクラブ限定のイベントも開催されるので、よろしくお願いします。いつから募集するんだろうね、なんか全然わかんない。ナミのペースでゆっくりと、ありがとうございます。でもなんか
お金払ってる価値ないなって思ったらあのいつでもやめてくださいね。うん、頑張るので頑張りますけども。そんなことないよって言ってくれてる。ありがとうございます。そう、みんな無理し、なんか無理してやってもらうのは嫌だから。ね。無理はしないよ。あ、そうですよね。大丈夫。ありがとうございます。月1くらいでライブみたい。やりたいです。ライブは。てか、せっかく曲作るからさ、やっぱ聴いてもらえる機会をたくさん作りたいなって思いますよね。狭く太く好きな食べ物安心してください。ありがとうございます。安心します。幽霊部員だけど席は入れておきたい。ただただ一人でご飯食べて動画とかでもいいからみたい。でもそんな動画ばっかりになるけどいいかな。私でも結構そういう動画好きだから、一人でご飯食べてる人の動画を前に置いて一人で動画食べたりも、あ、動画一人で動画食べたりもするから、一人でご飯食べたりもするの好きだから、こんばんは、こんばんは。ブランコ一人で漕いでる動画とか見た。いいね。ダンスレッスンの動画とか見た。そう、なんか曲の制作過程とか、振り作ってるとことか、あと私がなんていうの、編曲の方に送ってる、とりあえず自分で完成させてる曲の感じとか、ファンクラブ載せたらいいかなって思ってる。載せれたら、せっかくね、私も結構ちゃんと形になるように自分なりに毎回やってるから、もったいないし、みんなに、みんな聞いたいと思ってもらって聞いていきたいかなって思うから、そういうのもありだよね。
ボカロ曲ってすごい、でもどうだろう、自分で歌うっていう風になったりとかなったから、なんかボカロは自分で録音するとかする術がなくて、とりあえずやってもらって、とりあえず本当なんか歌詞をつけたいからやり始めたって感じだから、自分で歌えるようになったし、どうだろう、たまにやるかもしれないね、気が向いたら。裏側をたくさん見たいね。私もなんか結構メイキングとかめっちゃ好きだから、人のメイキングとか。いいよね、裏側って。リハでさ、みんないろんな曲聴くじゃん。今ずっとなんか好きだよ流れてる。好きだよ好きだよ、だれれ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 れ、波音頭波音頭いいね。あの夏ね、6月から再開したい趣味、でも絵は描きたい、なんかゆっくり描きたい。だけど本当に人との関わりが少なくなるんですよ。もうラスサイをやめちゃったらさ、どうやって私は人と関わっていけばいいんだって話よ。なんかやっぱ人と関わらないとさ、考えとかさ、なんていうの、世界がやっぱ狭くなっちゃう。自分の考えだけにとらわれてさ、外部からの情報とかさ、何も入ってこなくなっちゃったらさ、そうだから、それは嫌だなって、それが嫌だなって思うんだよね。そう、視野がね狭くなる気がするんだよね、成長と。意見交換する機会、そうなんだよね、アルバイトでもしない。でも本当にバイトとかした方がいいかもしれない。うちその経験、人生経験がね足りなすぎるわ。うん、私自ら仕事とかじゃないと、自ら人に会いたいとかあんま思わないからさ、なんか遊ぶとかあんまり多分ないわけよ。バイトも向いてないだろうな、私。バイトするなら何しようか。もう婚活バイトとか言ってみよう。婚活パーティー、一生行くことない気がすれば、そういうの。どうだろう、本屋ね。あ、本屋はいいかも。
まあ、100円ショップでずっと働きたかったから。仕事で知り合った人と関わっていった方がいいよ。そうかな。握手会のスタッフさんとか側とかやってみたいなと。ある、なんか物販のお姉さんとか、困ったら物販のお姉さんさせてくださいって言おうかなって思って物販のお姉さんチェキ取ったりとか、アイドルのチェキ取ったり、物販のお姉さんもいいかな。最悪。コンビニのバイト覚えること多くて大変そう。確かにね。そっち側にいて見つけたらそっち側って言っちゃうかも。でもなんか知識を一回してもらえた。そんな知識もないんだよね。マック。あ、ウーバーイーツとかは、ウーバーイーツの配達員。あ、でも、人と関わることがないから、なんかバイトしなきゃって話してたのに、ウーバーイーツだったら、ないか、人と関わること。ウーバー死んだ。そうなんだ。確かに危ないね。自転車自転車も漕げないからダメだわ。ウーバー危険。あ、そうだ。玄関置きじゃないといかなそう。行かない。玄関置きじゃないといかないわ。私ウーバー使ったことないしね、実際。そろそろ終わろうかなって思います。人と話すが苦手で、それを少しでも変えたいからスーパー店員でバイト始めた。いいね、自分を変えようとするの。ありがとうございます。ホテル暮らしもあとマジそうなの。それも結構寂しいんだよね。ここのホテルにもずっとお世話になっててさ、もう家ほぼ家だからさ、ここ寂しい。はい、次の配信はラストライブ後になると思います。明日も頑張ってリハをして、明後日本番なので頑張りたいと思います。でもめちゃくちゃ寂しいし、不安とか焦りとかもめっちゃあるんだけど、でもあんな広い会場で歌って踊れるっていう楽しみももちろんあるので、楽しみたいと思います。もう出し切りたいなって思います。皆さんよろしくお願いします。待ってます。あとこ
来れない方は CS でぜひ見てください。よし、じゃあランキングを読みます。ありがとうございました。いきます。13位、しゅうかちゃん、ありがとうございます。12位、ゴータマさん、ありがとうございます。11位にちさん、ありがとうございます。10位はじめさん、ありがとうございます。9位リボンさん、ありがとうございます。8位加藤さん、ありがとうございます。7位そよさん、ありがとうございます。6位ゆうかちゃん、ありがとうございます。5位バカラさん、ありがとうございます。4位アイディマリアさん、ありがとうございます。3位タジボンさん、ありがとうございます。2位サッピーさん、ありがとうございます。そして1位はシロランジさんです。ありがとうございます。はい、皆さん今日は来てくれてありがとうございます。あれ変わった？変わっちゃいました。ということで毎回見ます。13位ゴータマさん、ありがとうございます。12位ニチさん、ありがとうございます。11位りょーちん、ありがとうございます。10位リボンさん、ありがとうございます。9位はじめさん、ありがとうございます。8位加藤さん、ありがとうございます。7位さやさん、ありがとうございます。6位ゆうかちゃん、ありがとうございます。5位バカラさん、ありがとうございます。4位アイディマリアさん、ありがとうございます。3位タジボーさん、ありがとうございます。2位サッピーさん、ありがとうございます。そして1位はシロランジさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。虫スクショ、今日も顔がね疲れちゃってるんですけど、皆さんありがとうございました。ライブ楽しみたいと思います。最後なんですけどね、待ってます。お願いします。あとけども7月2日のに私のソロライブ、初めて、まあ初めてというかソロラストライブじゃなくなってからファーストライブが、あの夢の先へというファーストライブを行いたいと思ってます。7月2日で、それの先行受付が今日までとなっておりますので、ぜひ応募してくださると嬉しいです。あの全曲私が作詞作曲をした曲でやらせていただきます。どんな曲があるのかね、楽しみにしていてほしいです。頑張ります。もう全部一人でやるから、もう全部私って感じだから、あの怖いんだけれども、不安なんだけども、頑張りますね。よろしくお願いします。きっとね配信もあると思うというか、私が結構配信したいですっていう懇願して、まあやっぱりどうしても来れない方もいると思うし、私も初めてのライブは映像に残しておきたいってね、やっぱ残しておきたいじゃない映像にね。私自分もアーカイブ見返したいし、来た人でもアーカイブ見てほし見たいなって思ってくれる人もいるかもしれないからと思ったから、私が結構どうしても配信やりたいって言ってたので、考える方向で、ある方向でやると思います。
ね。普通に助かる。ぜひ。まあ、わかんない。確信ではない。まだ発表されてないから確信ではないんで、確実ではないんだけどもっていう感じです。ライブ映像、ブルーレイ DVD とかね。いいね。円盤も希望。いいな。 DVD とかブルーレイとか出せたらいいな。感じですね。あと5月31日にはフェアウィルパーティー、ゼップ横浜で行われますのでよろしくお願いします。オーディオコメンタリー、私オーディオコメンタリーやりたかったんだ。そういえばオーディオコメンタリーもやりたかったって思ってたんだった。そう、オーディオコメンタリーやりたいなって思ってたんだった。そういえばずっと無言な気がするけど、でもまあそんな感じで、なんか配信か分かんないけど映像は残ると思いますのでよろしくお願いします。じゃあでは終わりたいと思いますね。皆さんありがとうございました。29日楽しみにしていてください。ではバイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。